内流の流祖は竹之内中塚左太夫源久盛である重視大見の神幸春の子として生まれ、作州一ノ瀬城1万3千余余国を領する城主であった。で、海山の五輪氏と冠の紫紐を排除した。竹之内流の小爆術で紫縄を使用するのはここから始まる。竹之内流は総合武術であり、鳥で腰の周り飛ぶときは果て捕獲術、捕鳥術をはじめ、剣法、裁定、抜刀、棒杖術、薙刀術、殺格法など五百数十箇条から構成されている。八代目藤一郎久吉の遺志により、その嫡男久種が分家して宝珠老家を設け、流儀の血脈が絶えるのを防ぐ措置が講じられた。現在も藤一郎家と藤十郎家には僧侶当時の技と心が継承されており、その道場一帯は竹之内流発祥の地として岡山県指定史跡と史跡になっている。Yeah!
きまして第2会場神道無双流浄術のご演舞でございます。第2会場神道助勝義により創始された権之助は当初太刀の技を持って宮本武蔵と試合をしたが十字止めの技にかかり押すことも引くこともできずに敗れた。以来諸国を転戦し工夫に専念、筑前宝満山かまど神社に祈願参籠し満願の夜夢に童子が現れ丸木を持って水月を知れとのご神託を受けさらに研鑽を積み槍薙刀太刀の奏法を取り入れついに情の技を編み出し十字止めを破るに至ったと伝えられている。この技は神道無双流といい代々福岡の黒戸藩に伝わった。当流は長さ4尺2寸1分直径8分の平凡な樫の杖を使用する。その特徴は技術面においては槍薙刀太刀の要素を兼ね備え千変万化する多種多様な技である。また精神面においては人を殺める高度の複雑の理念である。第一会場竹の内流取り手腰の周りのご演舞。